作業19日目半分だけど屋根の下地完成始まります。やっべー家買いました。皆さんこんにちは、瀬田からです。築年数不明、約40平米の小さな平屋を買いました。家の中はゴミだらけ、荒れた庭、雨漏り、シロアリのもうボロボロの家を夫婦2人で DIY フルリノベーション、素敵な家に生まれ変わるまでのお話です。よいしょ。必ずぶつける、ここに。昨日の続き。まずはね、昨日の続きで、あそこに遮熱シートを貼って、道具をね、こうやって渡していって、で、小勢ご飯を貼り付けて、で、最後、ブルーシートをね、貼って、一旦、終わりたいと思います。作業性悪いんですよね。ここ、足乗せられないんで、ここ足乗せると遮熱シート破けます。あと、抜けます。なんで、この、道具を貼って、その上に乗りながら、こうやって作業していくって感じ。道具の上はね、こうやって乗っても、全然、大丈夫。うわ、眩しいな。眩しい。遮熱シートが。太陽の光が反射して眩しいです。ということで4日連続、まあ、結構ね頑張ったので、もう1回だけ言わせてください、まあ、4日連続、そして屋根の工事4日目ですね。もう明日からは仕事に戻らないといけないので、まあ、体もねついていかないし、なんとかね霧のいいところまで、まあ、アスファルトルーフィングを張ってブルーシートをかけるところまで、まあ、今日1日でねやっていきたいと思います。頑張ります。まあ、前回の動画で、まあ、遮熱シートと防水シートをこう混合してるというか勘違いしてる人たちがいるようなので、まあ、これだとね雨漏りするとかね、まあ、安心してください。防水シートはこの後ねちゃんと貼ります。まあ、あとね動画内では防水シートではなくアスファルトルーフィングと呼んでいます。まあ、アスファルトルーフィングが防水シートのことです。まあ、普通 DIY で屋根の工事なんてしないからわからないですよね。まあ、僕がね理解して説明できる範囲でなるべく説明していこうと思います。これはね、910mm でカットしてある定規ですね。で、真ん中に線が引いてあって。で、このピッチで、道縁を打っていきます。で、まあ、これをね、使って、ちょっと分かりづらいんですけど、こういうところにもね、印をつけて、ここ全部ね、印ついてるんですね。で、上にもついてます。で、通す。で、あと、道縁とかもね、こう、ちょっとね、沿ってるんですよね。道縁も、こうやって。なんで、こういう定規をね、当てながら、真ん中をね、こう出して、こう、ちょっとずつ、こう、調整しながら打っていきます。
眩しすぎてサングラス車の中から持ってきました。今日はね天気が良くて、まあ、遮熱シートがもうテラテラしていて眩しくて目がね開けてられないんです。もうサングラスがないと作業できないです。まあ、車の中にねサングラスを置いといて本当にね助かりました。あとねもう日差しが遮熱シートをこう反射して超暑いです。上からも下からもでもう汗だくです。日焼けもするので作業前にたっぷりと日焼け止め塗りました。でも家に帰ると焼けたねって言われてしまうくらい遮熱シートの照り返し力期待持てます。よいしょ。で、もう、よいしょ。一人だとむずいなこれ。なんでねそんな苦労しているのかというと、これから構造用合板を貼って屋根の下地を補強していきます。構造用合板を貼るために、まあ、その目印となる炭打ち出しがしてあります。まあ、その動画はねカメラが熱を持ってしまって撮れてないんですけども、まあ、その位置に合わせてビス止めをしたいのですが、なんせね斜めなんで、まあ、上を合わせると下がずれたり、まあ、合板を押さえてないと滑って下にね落ちてしまったりで苦労をしています。でもねここをねしっかりと決めて貼らないと、まあ、全体がね少しずつずれてしまうのでものすごく大事な1枚目です。
構造用合板サブ6番12ミリ一枚一枚を下から上に持ってきて仮止め、これを20回繰り返します。きつかった作業はもう1回言わせてください。この作業を20回繰り返します。足場にオプションで階段をつけて正解でした。確か2つつけたので、2万円前後だったと思うのですが、階段はね必ずつけた方がいいと思いました。構造用合板をサクサク止めていますが、仮止めで6箇所ぐらいとりあえず止めています。タイムラプス動画ということもあって、サクサク作業は済んでいますが、今日中に作業終わらすぜという気持ちでやっています。途中でカメラワークをしたりトークを入れたりする余裕もないので、タイムラプス動画で撮影をしています。仮止めで屋根が一面晴れたら本締めというか、1枚あたり30箇所ぐらいビスを止めていきます。全部で500箇所以上ビス止め。こういう時ね、釘打ち機があればなと思います。コメントでもね、何々があると便利ですよ、楽ですよとかね、よくいただくんですけど、それがね DIY の特有の悩みというか、工具はね欲しいんですけど、高いんでしょとか、そんなに出番ないよねとか、使わない時置き場所どうするのとかね、あったら便利なんですけど、買えない買わない理由があって、そこはね、時間と体と知恵を使って対処していきます。そういうところも含めて DIY なんだなと思う今日この頃です。アスファルトルーフィング、これを貼っていこう。アスファルトルーフィング貼り終わりました。あとはねブルーシート貼って終わりたいと思います。いや腰痛い。アスファルトルーフィングシワなくね貼りたかったんですけど、体力と集中力がなくなって最後の方はね少し雑になってしまいました。もうこの時はねもうこれが限界でした。屋根の工事も数日時間が空いてしまうのでブルーシートをかけておきます。風でブルーシートが飛ばされないように端材で四方を止めています。このブルーシートを貼るときね風がちょうどね止んだので助かりました。風がね吹いていたら一人だと厳しかったと思います。だいぶね日が暮れてしまいましたが、なんとか目標としていたところまで終えることができました。ここまで来るのに4日間、4日間か、思っていた以上に時間かかりましたね。あと残り半分、今回と同じ作業2回目なので、もう少し手際よく作業が進められたらいいんですけどね。ということで次回は地獄の瓦下ろし500枚2回目です。たくさんの応援コメント、高評価ボタンが2人を勇気づけ、テンション上がって頑張れます。褒められると頑張れる2人です。チャンネル登録して次回もまた見てくださいね。バイバイ。